皆様、だいぶ時間が遅くなっておりますので、手短にコンクリーティングリマークスということで、閉会の辞を述べさせていただきます。本日はこのシンポジウム、東日本大震災の健康リスクを考えるにお越しいただきまして、ありがとうございますと、午後の半日という時間ではございましたが、比較的短い中、極めて内容の濃いシンポジウムであったと感じておりまして、 また、お参集の皆様方も大変興味深くお聞きいた,い,たいただいたのではないかというふうに思っております、えー。先ほどご紹介いただきましたように、私は京都大学の理事副学長をしておりまして、まあ、障害担当およびリスク担当の業務をしておりますので、まあ、そういう関係から今日お招きいただいた大西と申します。 ご存知のように、昨年の3・1・1、東日本大震災では、津波、地震、こうしたものにより、水道、電気、ガスなどのライフラインが大変なダメージを受けて途切れてしまいました。またこれを支える交通や通信手段すら、全く機能しなくなったという状況があります。 現実しておりま,すまあ当然のことながら被災地の住民の方々の生活は大きな支障が生じておりまして医療活動の停止による病状の悪化や衛生環境の低下が目立つような事態となっておりました。まあ、地震発生当日東北管内での停電個数約500万。 水道の停止は約200万、都市ガスの停止は約50万と推定されておりました。まあ、しかし、皆様方の懸命の努力によって、電気については翌日12日には半数以上が復旧しております。まあ、1週間後にはほぼ元の事態に復旧しているという。 非常に日本人の努力が世に示された形になっております。まあ、水道におきましても、1週間後には約50%が復旧して、えー、この状況は、我々が関西地区で経験いたしました、阪神・淡路大震災の時よりはるかに速いスピードでの復旧ということでございます。また 救援物資の流通に伴う道路につきましてはいわゆる屈伸の派作戦で沿岸部を除いて主要部分は1週間程度で通行が可能になっておりますさらに驚くべきことにこうしたハード面での復旧に支えられてたとえ被災地での困難な生活を強いられたにしてもそこに暮らす人々が人としての生活をまた そうした助け合いという面を発揮して、生活の基盤を強く取り戻していったという面がございます。まあ、こうしたことは日本人の秩序だった行動に反映されたということで、世界のニュースメディアからも称賛を浴びたということは、皆さんご承知の通りでございます。 われわれを支えます上水道下水道廃棄物エネルギーにつきましては日常,の日常の生活ではあまり意識されることがないわけでございますが、まあ、今回の震災のようにこれらが一旦機能しなくなると健康を脅かすリスクとなり衛生管理の重要性を一層認識する事態となります。 まあ今回のシンポジウムはまさにこの点に注目したものでございます。えー、今日午後お聞きになりましたセッション1では京都大学としての活動や米国からの支援をこれらのハード面と健康リスクというソフト面の両方から両方向からご講演をいただきましたセッション2では海外でこれまでに起きた震災や 水を中心とした公衆衛生をどう取り扱うについてご講演をいただいておりますセッション3ではがれきや廃棄物大気中に放出された放射性物質とそのリスクについてご講演をいただきました最後のセッションでは健康リスクの観点から大気中の有害物質や電力政策について、えー、興味深いご講演をいただくことができました 昨年の3月11日の東日本大震災の直後から京都大学では全学的にさまざまな分野でさまざまな視点から支援活動というものを行ってきておりますリスク対応のアクションもさまざまにとって、えー、皆さん方のご協力を得ながらさまざまなアクションをとってきました、えー、昨年来20程度の 関連シンポジウムの開催医師をはじめとする多くの人々の派遣物資の援助被災した大学の教育研究のサポートなどがその中に含まれておりますさらに加えて今回世界で最先端の研究をリードしてきたハーバード大学と京都大学の研究者が共同して大震災の健康リスクを考えるという視点から 都市生活を支えるハード面である環境工学と人としての尊厳を守るソフト面の公衆衛生学についてこのように意見交換および交流ができたということは将来起こるであろう次の災害への対応について大きく貢献ができるものと思っております。来るべき災害に備え 地域や学術分野の枠を超えそれぞれの知識を融合させることが我が国の防災計画災害時対応計画や BCP ビジネスコンティニエスプランを確固たるものにし我が国が経験した大震災のレッスンズラウンド学んだことを世界に向けて発信することが将来の課題であると同時に我々の 責務であるというふうに感じておりますまあ、本日の講演者をはじめご参加いただいた皆様方にシンポジウムへのご支援に対し心から感謝申し上げますまたこのシンポジウムを企画した松岡選手をはじめ事務局の皆様かつハーバードからはるばるお越しいただいた皆様につきましても 改めてこの席を通じて感謝を申し上げたいと思いますでは以上をもちましてシンポジウムを閉会させていただきます本日は誠にありがとうございました